どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回もトレバーで車集めやっていきたいと思います。今回はスーパーカーを集めに行きたいと思います。おー、シミオンが魚釣りしてる。めちゃくちゃ大量の魚釣ってるね。すげー、こんなとこに魚いたんだ。そして今回乗っていくのはこちらの消防車のやつです。さあ着きました。今回はここのね、住宅街にスーパーカーがいっぱい置いてあるみたいです。それを全部もらっていくっていう感じです。どこにあるのかな。この近くにもあるみたいだね。よし、まずはここか。ストップしまーす。あ、ぶつかっちゃった、やっちゃった。あったぞ、スーパーカー発見。さあ回収に来ました。入りまーす。あ、ここ開かないね。でも乗り越えちゃいます。そしてこちらです。かっこいい。こちらはね、エメラスのスーパーカーです。なんていうことだ。半分になってしまってるぞこれ。嘘でしょ、スーパーカーが半分になってる。やべえ、どうするんだこれ。ということで、魔改造屋さんに持っていきたいと思います。さあ乗ることはできるのか。あ、乗れた、よかった。すごい、エンジンつくぞ。でもなんだと、動くぞ。マジかよ。うおー、やべえ。マジかー、半分でも動く、すごい。よし、行くでー、出発。めっちゃスピード出るんだけど、速っ。すげースピード出てる。おお、めちゃくちゃ回転する。これでなんとか魔改造屋さんまで持っていきたいところ。車内は、おお、こんな感じだ。車内は大丈夫だね。後ろを見ると、わ、後ろもちゃんとプレートはついてるんだね。すごい煙が出てる。オッケー、なんとか動きだー。いいぞ。うわー、めっちゃ回転する。おお、すげースピード出てる。やべー、魔改造屋さん。よし、なんとかここまで着きました。めっちゃ時間かかったけど、一回ここに置いときますね。ということで、他のスーパーカーもね、探しに行きたいと思います。次はどこにあるのかな？二つ目の車両は、この近くにあるみたいです。このお家かな？どれだ？ここか？これは売り物件だね。この先にあるのかな？あった、違うね。この売り物件の中にあるみたいです。よーし、行きましょう。バックしまーす。よし、ここに置いときましょう。もしかして、この中かな？開けましょう。おー、あったー、すげー、めっちゃかっこいい。こちらはね、オータークっていう名前の車です。すげーかっこいい。でもこれは半分しかないぞ。どうなってるんだこれ、すごー。これも動かすことができるのか。ちゃんと乗れた。出発したいと思います。すげー、ちゃんと動くぞ。うおー、ごめんなさい。大丈夫、大丈夫みたいだね。すげー動く。え、動かしやすい。さっきよりは動かしやすいぞ、この車。めちゃくちゃパワフルだね。やべえ。はやはや。やっぱり操作はしづらいね。すげえ火花出してる。うわー。これもちょっと魔改造屋さんに持っていきます。なんでこれ半分しかないんだろうね。謎いよね。半分でも動くのがすごいよ、これ。おー、めちゃ回転する。そしてこれヘッドライトとかつくのか？お、ついた。マジかよ、ヘッドライトつくぞこれ。すげえ、やったぜー。魔改造屋さん見て。うお、78。やば、めっちゃスピード出てるんだけど。早すぎる。やばいぞ、手配灯もついちゃったぞ。おお、ついたー。お、魔改造屋さんが迎えてくれてる。すげえ、3人もいるぞ魔改造屋さんが。マジかよ。よし、ここに置いとくね。ちょっとあとは任せたよ。で、そして魔改造屋さん写真撮ってるね。めっちゃびっくりしてる。これは直すのが難しいって言ってるね。ということで、3つ目の車両を見つけに行きたいと思います。3つ目の車両もこの家の近くにあるみたいです。次はこっち側か。この上にあるのかな。ここら辺めちゃくちゃでかい家が多いからね。お、ありました、この家かな。どうやら見つけたぞ。ここに車置いとこう。お邪魔しまーす。この中にあるのかな、もしかして隠してる。お、あったぞ。これはすげえ、これ電気自動車のやつじゃない。マジか、すごいぞ。テサラクトですね。しかもこれも半分しかないぞ。マジか、後ろどこやったの。動くのかちょっとやってみたいと思います。乗れるかな。うおー、ガルウィングドアがちゃんと開いたぞ。すげえ。こちらの車は後ろが丸見えだね。そして車内は綺麗。行くぜー。おー、動く動く動く。マジかよ。うおー、動くぞこれ。すごすぎる。あ、さすが電気自動車、めちゃくちゃ静かだね。よーし、
突撃ドーン、やったぜ、破壊完了、すんげー動いてる、回転するまともに操作できるやつはやっぱりないんだね。でもこれさっきのよりは運転しやすい気がするんだけど、あーでもちょっとでも曲がってしまうとすぐにくるくる回ってしまうね。スピンする、これで動くとか最強すぎるでしょう。そしてライトをつけれたー、やったー半分しかないスーパーが、よし着いたぜー、魔改造屋さん見てくれー、3つ目の車両見つけちゃいましたー、やったー。これをちゃんと修理することができるのかびっくりだよね。ということで、もう一つ車両を見つけに行きたいと思います。バックします。やべえ、なんか銃撃戦になってるでも僕は関係ないですからね、大丈夫です。すげえ打ち合いになってるね、やばいな。そしてもう一つはこちら側です。やば、なんか違反チケット取られた。スピード違反だって。このトラックもめっちゃスピード出るよね。普通に100キロとか余裕で行きそう。70キロとか出るもんね。普通に運転してる滝で。おー、めちゃくちゃいいところだね、これ。すごー。そして、あったぞー、なんかスーパーカー発見したー。なんだろう、次はなんだろうね。あ、こちらでーすこれは半分しかない、マジかー。めちゃくちゃ綺麗に半分に切り取られてる。こちらの車はね、S80 っていう名前の車です。では早速、乗ってみましょう。開くのか。お、開かない。入れたー、すげえ。これはすごく綺麗に半分に分かれてていいね。そして車内はこんな感じ。かっこいい、めっちゃスイッチとかついてる。宇宙船みたい。行くぜー、動かない全然動かないんだけど、これ。うわ、なんだこれ、めっちゃ煙出てくるんだけど。やば。すっげえ煙出てる。全然動かない。動いてよー。マジかよー。ほらー、スーパーカーの意地を見せて。でもちょっとずつは動いてるね。なんかタイヤがパンクしそう、このままやってたら。よし、こっちの左側に行ってからの、右側に行ってからの。絶対なんかしたら動くはず。いけー、頑張ってくれー、加速ー加速してくれー。いやー、なんか浮いてるー、マジかー空飛ぼうとしてるぞ、これ嘘でしょ。なんとかここまで自力で出ただけでもすごいぞ。おー、すげー、ちょっとは動けるじゃないか。ドーナツになってるおー、すごー、やったー、少しだけ動けたー。まあ、これで満足でーすめちゃくちゃドーナツした跡が残ってるね。ということで、このトラックで牽引していきたいと思います。そしてここにウインチをつけていくぜー。これで引きずっていきまーす本当にこの後ろの部分どこ行ったんだろうね。みんなどこにやってんの。半分にしたのはいいけどすげえ。車体もねすごく綺麗でいいんだけどねこんな引きずり方したらめちゃくちゃボロボロになるよねでも大丈夫です、魔改造屋さんならもう新品みたいにしてくれるんで。おー、めっちゃ牽引してるの早い。どいてー、危ないよー。みんなめっちゃスピード出るね、やば。よーし、魔改造屋さんへ到着、どいてくれやったぜー、うわーよし、牽引外そう。さあね、この真っ二つになってしまったスーパーカー、魔改造屋さんは直すことができるのか、やってもらいましょう。ついに完成しました、すげー、さすが魔改造屋さん。なんということでしょうか、あの半分しかなかったスーパーカーがこのように元通り新品みたいになりました、すげえマジかー。では早速ちゃんと動かせるようになってるか見ていきたいと思います。これはね、めちゃくちゃ綺麗に真っ二つに割れてて全く動かせなかったんだけどね。ちゃんと扉も機能するようになってるぞ。そしてわー、普通に動く、すげー、さすが魔改造屋さん、やーべえ、かっこいい。ということで、さらにここにね、ニトロをつけたいと思います。この後ろの部分にエンジンついてるのに、さっきはこの後ろの部分が全部なかったんでね、どうやって動いてたんだろうね。すげえ謎だったけど。さあ、ニトロもつけておきました。すげえ、こんなちっこいマフラーなんですけど、一番最大のにしたらこんなにできる。すげえ、これでしょ、絶対。スポイラーもちょっと変えてみようかな、これにしよう。よーし、割と魔改造できたんじゃないこれで。よーし、じゃあ、進みまーす。お、めっちゃ速くなってるな。うおー、やべー
めっちゃ側面から出るようになってる。すげー、やーばー。横にいる車を全部燃やすことができるぞ。はやー、すげー運転しやすいぞ。早いし、なんだとなんだとなんだと、あの半分の時では信じられない。この車内視点がめちゃくちゃかっこいいよね。すげー、宇宙船みたい。戦闘機だ。車体の色もすごい綺麗だね。パトカーに手配されちゃってるけど、行くよー。シミオン見てくれー、この車かっこよすぎる。すげー車高低いぜ。お、まだ魚釣りしてたの嘘でしょやったー、到着ー。さーて、じゃあ次々に持っていきたいと思います。次はこちらの電気自動車テザラクト、これを魔改造してみたいと思います。でもこれニトロつけることはできないよね、電気自動車だから。なんかニトロのやつあったのでつけてみました。そしてシャーシとかも変えれるみたいです。すげえ、この中変えれるんだ。そしてリアバンパーも変えれるみたいです。お、これがかっこいいじゃないか。これ世界最強の電気自動車になったんじゃないすごすぎるよ。よし、行きましょう。あー、やっぱニトロは出ないんだね。これはちょっと待って、めちゃくちゃ速いぞ。加速えぐい。マジかよー、めっちゃ加速ー、すげー。余裕で200キロいくやつだこれは。そして車内視点はこんな感じ。いいね、めっちゃ速いな。スイスイ動く。なんかもう滑ってるみたいだね。そしてリアバンパーも変えたからめっちゃかっこよくなってるぞ。めっちゃなんかスーパーカーって感じがするね、リアバンパー変えることによって。これはちょっと驚くほど車高が低いね。なので実際はこんな段差多分登れそうにないね。めちゃくちゃ引きずりそう。いくぜー、すげー。ニトロ出てないけどニトロの音を再現してるというね。さすが電気自動車最高です。よーし、見てくれー、シミオン最高でしょ。色もめちゃくちゃいいね。やったぜー。そして3つ目はこちらの真っ黄色のオータークの車。すごいかっこいい扉の開き方、めっちゃ良かったね。見たことがないあんなの。やべえ、なんでこれ、すげえ音した。しかもこれもう絶対速いぞ、魔改造しよう。そしてエンジンは後ろについてまーすじゃあさっきどうやって動いてたんだよって感じだよね。さあ、そしてここにニトロもつけておきましょう。めっちゃ値段が高いね。おお、すげえ、これ変えれるんだ、いろいろ。そしてバンパーはフロントバンパーもめっちゃ変えれるな、これ。種類めちゃくちゃ多いぞ。そしてリアバンパーも変えれる。うん、めっちゃかっこいい。なんかロゴがついてるのがいいね。そしてマフラーも変えれるみたいで、標準だと1個しかついてないけど、2つに増やせる。なんで1個しかついてないの、絶対2つの方がいいでしょこれ。おお、なんかいろいろ変えれる。これも、おー、いいね。これがいいかもしれない。そしてスポイラーも変えることができます。この一番高いやつつけときますか。そしてターボもつけてと、やばいこれは最強すぎる。スーパーカーになったぞ、マジでかっこいいな。最初のやつとは全然違うんだけど、やばすぎる。やーべー、いくぜー。うおーめっちゃスピンする。すげーかっこよくなってる。最強だ、いくぜー。ブレーキ気をつけて、いくよー。おー、余裕でスピード違反になっちゃってる。そりゃそうだよね、スピード守って運転する方が難しいよこれは。おー、しかもこれあんまりスピンとかもしないから運転しやすい。マジでかっこいい車になっちゃったよこれ。シミオン見てくれー、最強のスーパーカーが到着しました。やべえ、これは売りたくないぞ。絶対シミオンの店で売りたくないやつ。イエーイ、到着。そして最後のこちらの車乗っていきたいと思います。エメラスですね。そしてこれも魔改造してもらいます。そして屋根を変えることができるぞ。めっちゃこれかっこよくない、すごいいい色だ。そしてこのマフラーもね、変えることができて、すげえなんかスピーカーみたいなマフラーだね。おお、これがいいですね。やっぱこのでかいやつがいいね。そしてこのスポイラーも変えていきましょうかね。これがいいですね。全部青に統一した方が良さそう。うおー、すげー、めっちゃかっこよくなってるそして車内はこんな感じでした。すごいぞ、ライトもつけよう、いくよー。うおー、やべー、速いー、めちゃくちゃスピードで、やべー、どいてーみんなかっこよすぎる、めっちゃジャンプしちゃった。すげー、いいね、めちゃくちゃ色もかっこいい。すごー、このルーフを変えたのがいいね。この青色がすごく綺麗。これはちょっと目立ちすぎるね、この車は。
などいてくれ。めちゃくちゃスピード違反とかさ取られてる。ほら加速おーい終了見えてくれ。やばめっちゃスピンした、危ない気をつけて運転しないとね。すげえ、ドカーンロケットみたいだ。おお、めちゃくちゃかっこいい。スーパーカーだらけになってるよこれ。バックしまーす、バックしまーすバックの時もニトロ使っちゃうっていうね。じゃじゃーん、扉の開き方は普通なんだ。皆さんのお気に入りの車はどれでしょうか。僕は黄色の車です。それではチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。